5人組にチームを再編した後、最近カムバックしたフィフティフィフティが SBS 人気歌謡には出演しないという。28日、関係者によると、フィフティフィフティは韓国で29日に放送される SBS 人気歌謡に出演しない。先立って番組が公開した29日の出演者リストにもフィフティフィフティの名前はない。さらに彼女たちはこの日の放送だけでなく、 今後放送される人気歌謡にも出演しない予定だという。50-50は20日、セカンドミニアルバムラブチューンを発売した。今回のアルバムは従来のメンバーキナにムーンシャネル、イェオン、花アテナが合流し、5人組に再編された50-50の新たな出発を知らせるアルバムという点で多くの人から関心を集めた。アルバム発売後、50-50は26日に Mnet M カウントダウン。 27日に KBS2TV、ミュージックバンクでタイトル曲、SOS を披露し、本日28日、MBC ショー音楽中心でもステージを披露。人気歌謡への出演がなしになった理由は、SBS ドキュメンタリー、それが知りたいの放送の影響だと思われる。それが知りたいでは昨年8月、ビルボードとガールズグループ誰が翼を追ったのか、というサブタイトルで、 5050 50が所属事務所 ATTRAKT を相手に専属契約の効力停止仮処分申請をした事件について取り扱った。しかし、放送後に内容があまりにも偏っているという指摘が続き、韓国マネジメント連合と韓国芸能制作者協会など、韓国の主要芸能団体も相次いでコメントを発表し、制作陣に謝罪文と訂正報道を強く促した。当時、 それが知りたい、は、今回の番組は、利害関係をめぐっているある片方の見方するためでないことを確かに明かし、現在問題となっているいくつかの事案については、追加取材を通じて皇族放送で足りなかった部分を補っていくと明かしたが、皇族放送は行われなかった。これについて放送通信審議委員会の放送審議省委員会は今年3月、 それが知りたいに対して全会一致で法定制裁である警告を議決した。フィフティーフィフティーはそれが知りたいに対する抗議の意味で人気歌謡への出演を見送ったとみられ、当分の間 SBS には出演しない見通しだ。